皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回のイベントで私も、ついに念願の水着をゲットしました。見るがいい。この肉体美を、完璧な三角形だ。美しい。今日から私のことは、三角様と呼んでもいいのよ。いいのよ。あでもあれか。三角様とか言ったら、サイレントヒルのあいつしか思い浮かばないな。それにこれはどちらかというと、台形か。そしてこっちが、ベンチマークに出てた水着ですね。これもいいな。結局色違いで、4種類ゲットしました。残りの2色もゲットしようかと思ったけど、荷物パンパンになりそうだからやめた。うん、やっぱり三角というより、台形だこれ。でもいいなこれ。台形の魅力にはまってしまいそう。ORZ。よし、水着になったら、やることは一つ。やっはー、海だー。あれ、ちょっと待て、なんか暗いぞ。これはまさか。あー、やっぱり日が暮れてる。ここに来るのに時間かけすぎたらしい。なんてことだ。完全に日が暮れた。テンション上がらねえ。仕方ない。メインクエに戻りますか。何やってるんだっけ。あ、てめえ。あ、そっか。前回、海蛇の下とかいう汚物どもを、まとめて消毒したんだった。そしてこいつは、あのツートンハゲと一緒にいたやつだ。この前は世話になったな。なんだ、12秒でもこじらせたのか。うお、すごいのが出てきた。お友達か。こいつはヤバそうだ。いいだろう。今度こそケリをつけてやる。多分こいつも、この前のゴーレムと大差ないだろう。ならもう対策済みだ。まず鈍足。そしてタゲは私に固定だから、私は周囲を逃げ回り、エメちゃんの魔法で削ってもらう。教えてやろう。バカの一つ覚えが通用するほど、世の中甘くないということを。え、そんな戦い方は、卑怯じゃないのかだって。何のことかな、バカめ。勝てばいいんだ。どんな手を使おうとも、今は悪魔が微笑む時代なんだ。ふは、ふはは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 、その猛毒でもがき苦しむがいい。とはいえ、タフだなこいつ。結構時間かかるし、早送りで行くか。
た。随分苦しそうじゃないか。もう限界なのか。所詮私の敵じゃなかったな。え、うお、先輩だ。先輩来た。これで勝つる。遅いですよ先輩。もっと早く来てください。何？出待ちしてたの。じらしすぎですよ。あれ？ああ、今回はこいつも戦うのか。バカめ。お前のような仲間セイヌが、先輩に立てつくとか、100年早い。猫耳メガネっ子に生まれ変わって出直してこい。正しくヤーさんは却下。なかなか派手な魔法だが、さすが先輩だ。なんともないぜ。そしてこの火力である。さすがです先輩。もう先輩一人でいいんじゃないか。前回の海賊とか、ひとひねりだろこれ。よし、私も本気出すか。やっはぁ、てめえに朝日は拝ませねえ。死ぬかぁ、消えるかぁ、土下座してでも、生き延びるのかぁ。お前の死に場所は、ここだ、ここだ、ここだぁ。ふははははははは、このまま私の、ほんの角の錆にしてやるぜぇ。悔しかろう、悔しかろうをびっくりした。ああ、なんだ、先輩の魔法かよ。脅かさないでください先輩。あれ食らったら、即死するんじゃないか私。ざまあ。さすが先輩。先輩パネイッス。一生ついていきます。思わぬ展開でした。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。